このふんわりこう自然にラインを持ってくるっていう、うん、それをめちゃめちゃこだわって天井も本当だ、実はフロアマットも張り替えてます。いやすごいね、やっぱねすごいとしか言いようない、ね、でもすごい以外出てこないです。遊戯配信ルーツチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、山田です。はい、 D1 ドライバーの藤野です。はい、というわけで続いての愛車紹介なんですけれども、うん、藤野さん、すごい車が来ましたよ。すごいよね。はい、超車庫端じゃない。はい、さあそのオーナーのみっちゃんさんにお越しいただいてます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これはセルシオですね。はい、そうです。藤野さん、これいっぱいお聞きしたいことあると思うんですけど、これ何から聞きたいですか。何から、この車高でまさか走ってるのっていうね。え、これなん、これ常にこの車高で走ってるの。いや、走ってないです。さすがにちょっとこれだとやばいんで、エアサスです。あ、エアサスだって。エアサス、そうだよね、これじゃ走れない、ね。まあ、それはそうですよね。まずこの駐車場出らんなくなっちゃいますもんね。はい、結構登れないし、はい。じゃあ車高だけ上げてもらう。ギュってどんな感じで、あんまり見たことない。確かにエアサスが動くところはあんまり見たことないですね。はい、はい、これ見せていただいても大丈夫ですか。はい、では上げます。はい、おお、すごいね。あの昔のエアサスってさ、いつ上がってくるんだか分かんないぐらい遅かったでしょ。はい、あ、そうなんですか。もうすぐさっと上がるんだね。そうですね、車外のエアサスなので早いです、ね、静かで早いです、ね、そうだね、音もしないね。音しないですね。でもエアサスが動くの僕本当にちゃんと初めて見た気がします。はい、普通に動くんです ね、 普通に動くね。はい、もっと上がりますよ。上げようと思えば、おお、すごい。え、こんなに可動幅あるんですね。はい、やっぱ車高上がるとちょっとやっぱいまいちだね。そうなんです。本当に格好悪くなっちゃうんで開けたくないですよ ね、 ね、確かにわかる。本当そうなんです、うん。ただ展示車なんで、もう展示するのをメインに考えて優しくにしました。確かに。じゃあもうこれちょっと隙間で向こう見えちゃうから恥ずかしいから下げよう。下げましょう、下げましょう。一番美しい姿に ね、 ね。かっこいい。ちょっとめちゃかっこよくない。いや、これめちゃくちゃかっこいいですよね。あの自分も当時シャコタン大好きで、うん、乗ってたけど、やっぱこのねホイールとねフェンダーの辛い位置加減とかも超かっこいい。いや、これなんかフェンダーを作り直されていると。はい、そうですね。はい、いうのもお聞きしたんですけど、はい、フェンダーをめちゃくちゃ綺麗に。はい、うん、フロントは、うん、2.5 センチぐらい出してます。ああ、その 2.5 センチもこれはホイールに合わせてフェンダーを叩き出してる。じゃなくても、叩いてるんじゃなくて、もう切って鉄板で作り直して、フロントは FRP で、リアは鉄板を切って作り直せます。ああ、これ FRP なんだ。はい、フロントだけ。なるほど。じゃあもうこれ既製品であるじゃなくて、またさらに FRP のなんか既製品である FRP のフェンダーにさらにまた加工して。そうですね、そうです、さらに加工してます。なるほど。全部ここも加工してピンをつけたり穴ダクトつけたり。めちゃくちゃこだわってるね。いや、こだわりがすごいです。だってこれキャリパーもローターもこれも変わってますよね。はい、車外です。これもパツパツ具合かっこよくないですか。ね、かっこいい。これすごいですよね。ありがとうございます。でもこうやっぱキャリパーはこの辺の位置でこの大きさがいいとかって全部こだわり。そうですね、はい、8ポットが入る最大のサイズで、ーローターも最大のサイズを入れてます。なるほどね。だって20インチだもん。20インチですか。はい、ちょっとすごすぎますね。で、僕気になったんですよ、これ。はい、ちょっと曇っちゃう。これヘッドライトはこれ自分で、これみっちゃんの M ですか。そうです。さすがですね。これすごいですよね。すごい、ここおしゃれですよね。ワンポイントでこれもバラして、
そうですね、全部ここバルカンシーマの本物の50シーマのバルカン。ああ、はい、50シーマね、はい、でプロジェクターをこちらに入れて、はいはい、でここもワンオフで LED を、打った LED を入れて、でインナーブラックにして、でスワローワンポイントで。なるほどね、はい、完全オリジナルだね、はい、フルオリジナルですね、ですこれね。50シーマのバルカンライト知ってる？知らないです。知らない。流行ってたの？そうなんです。流行ってたんですか？めちゃめちゃ流行ったんです。この偽物を入れてる方が多いんですよ。偽物もある。偽物が LED の、やっぱ本物は溶けちゃうらしくて。ああ、なるほど。ただセルシオは大丈夫なんで。ああ、そういうことなんだ、はい、なるほどね。ちょっと一回りも。いや、これなんかいろいろとすごいですけど、これ今あの窓開いてるじゃないですか。やっぱこれ内装見てほしいってことじゃないですか、はい、藤野さん。これ内装めちゃくちゃ可愛いじゃん。めちゃくちゃ可愛らしいですよね。そうなんです、はい、このギャップ、はい、ギャップ、そうなんです。そこを売りにしてます。これなんか可愛らしいのもそうです。これ全部皮張り替えてるんですか？はい、レーダーで張り替えてます。フルもう天井も、天井も、あ、本当だ。実はフロアマットも張り替えてます。フロアマットもワインレッドにしてるんですよ。もともとベージュなんで。はい、そう、そうなんですよ。全部張り替えてます。え、これまさか自分で張り替えてるわけじゃないですか？あ、じゃないです、はい、うん、LT ドさんという内装屋さんにお願いをして、ハンドルとか、まあ、ダッシュボードとか、うん、全部張り替えですね。超綺麗じゃん、はい、このシフトノブのところまで変わってますよ、藤野さん。すごい、こう天井もスポットライトがついていたりして。そのスポットライトがちょっとついてるのが見たいな。スポットライトつけますか？これ確かに気になりますね。これ何色に光るんですかね、これ。あれ、エンジンつけないとあれかな。あ、ついた。あ、ついた。こういう感じですね。おお、おしゃれ。はい、これは展示するときに、展示するときにこうやってつけて内装を見せてますね。なるほどね。え、これは何？スピーカー？何？これはミラーです。あ、鏡です。ミラー。あ、ミラー。読書ミラーですね。あ、なるほどね、はい、すごい。でもね、ちょっとすごすぎて、シートベルトもここピンクだし、もう気づけば至る所にこうピンクに変わってたり白に変わってたり。そうなんです。シートベルトまで作れるんだね。そうです、巻き替えてますね。こだわりすごいね。あ、もうだってでもすごいよ。 MD 知ってる？MD は知ってます。 MD プレイヤー持ってました僕。ポータブルの持ってました。はい、 MD、 そうですね。え、これはもう音楽聴くときは MD で聴いてる？いや、聴いてない。この中 CD チェンジャー6枚あるんで。なるほどね。さすがに。あ、いや、懐かしいなと思って、はい、藤野さんもこういう車乗ってました、もしかして？いや、こういう車はね、好きで持ってたけど、基本やっぱ走るのも好きだったから、だから走る車で車庫タンにしてた。やっぱりこの車庫タン具合ほんとすごいですよね。でもこれ違和感がないのすごくないですか？これフェンダー広げてる車ってなんか結構ボディラインが明らかに変わってるなって思うんですけど、これ全然違和感ないですよね。7センチ出てるんですよ。あ、これで7センチも出てるんだ、はい、すっごくこだわったところで、このふんわりこう自然にラインを持ってくるっていう、それをめちゃめちゃこだわって、あと耳、この部分もこれがなくなったり、分厚いと高級感が、こう耳の厚さで高級感って変わるんで、この純正の耳の厚さを残してふんわり出したっていう。さすが、分かってる。俺もね、これ俺、はい、勝手な俺の話ね、はいはい、自分も絶対ここのラインは残さないと嫌なの。じゃないとかっこよくない。そうなんです、なるほど。安っぽくない、はいはい、ただの暴走族みたいなところが、うんうん、なくてやっぱりこのラインをきっちり残してふわっと出す自然な感じのシャコタンがめちゃくちゃかっこいい。違和感がないのが一番すごいなと思いました、はい、不思議です。これで70ミリ広がってるなんて、もう信じられないです。言われても不思議しかない。めちゃくちゃ大変だったんです。そうですね、そうですね。きっと板金屋さんは泣いてたかもしれないですね、これね。これ後ろに来ると、これマフラーもなんか変わってる感じですね。そうですね、チタンマフラーですね、うん、でこれもこれはフルチタンじゃなくて後ろだけチタン。そうです、後ろだけチタンですね。なるほど、なんかね、おしゃれだね。ちゃんとマフラーのテールも色変わってね。そうなんです、これも全部自分でディフューザーこういう風に4本持ってきて、ここに Z のフォグ入れたりして全部ワンオフ加工してます。なるほどね。これテールライトとかも。そうです、これもフル LED で
流れます。全部ウィンカーもテールも流れます。なるほど。じゃあもう全部フルオリジナルということですね。渋いよね。そうなんです。渋いです、ね、嬉しい、渋い。この内装と外装のギャップがすごいかっこいい、はい、かっこいい、ね、こういうの好き。嬉しい。いいですね、うん、派手すぎずさりげない、嬉しい。でもこのセルシオももう結構ね、年式で言ったら古いですよね。そうですね、もうすぐ15年になります、乗ってから。なんで何回も仕様変更して今のこの形になってるっていう。やっぱ皆さんね、車に愛を感じるよね。いやてか15年乗り続けてここに行き着いてるっていうのがまたストーリーがすごいいいですよね。嬉しい。これ逆にきっかけって何だったんですか？きっかけは父がクラウンに乗っていて、うん、まあ、それで子供の頃から、あ、なんかセダンかっこいい、うん、いつか乗りたいなって思って、まあ、4年間貯金して一括で買いました、うん、一括で、はい、欲しくて欲しくて、もうこのために頑張ろうと思って、うん、頑張って。昔はもう若い時はもう結構やんちゃして。全く真逆なんですよ。あ、そうなの。私お嬢様育ちで、ね、自分で言うのおかしいですか。ずっとお嬢さん、ずっと私立で育ってみたいな、無縁なんですよね、こういう感じとは。でもなんか好きで、もう純粋に車が好きで、それがセルシオだったっていう。いいね、やっぱそのギャップいいね。ギャップ、あの純粋に愛を感じます。なんかもう恋してる感じじゃないですか、はい、もう車に。いや、すごいね、やっぱね。すごいとしか言いようないよ、ね、でもすごい以外出てこないです。いやでもやっぱ何よりもやっぱすごいのが、まあ、さっきおっしゃられてた本当にこのフェンダーのこの加工具合の違和感のなさ、嬉しい。あとピカピカなのもいいですね。今日天気悪かったんですけどね、確かになぜかピカピカなんですよね。そうなの、もうモットーが綺麗に保つっていうところで、やっぱり展示する車なんで、綺麗にをモットーに常に綺麗にすることを心がけてます。やっぱりこんだけ作り込んでるのに汚いと、うん、そう、なんか台無しになっちゃうんで、そうだね、こうオーラを大事にしてます。はい、もうオーラあるね。じゃあ結構イベントとかに結構展示。はい、そうです。あ、なるほどね。これだけあったったらね、目立つしね。やっぱこういうなんかいろいろこういう車見たことあるけど、やっぱ渋いのがやっぱ俺好き。あ、嬉しい、うん、もう全部渋くないですか。僕この色かっこいいですよね。ただこれもシャンパンゴールドっぽい色。数ヶ月前までは赤だったんです。今回ソニックチタニウムという色にまたオールペンを仕立てですね。じゃあ何回もオールペンもしてる。3回目です。3回目、はい、一番最初は何色だったの。ゴールドです。オリジナルゴールド。でその後にレクサスの、コントラストレイヤリングレッドっていう難しい色にして、で今回もレクサスのソニックチタニウムという色ですね。まあ、こういう車ってね、赤も意外とかっこいいからね。レッド、そうなんです。これ何色でも似合いますよね、はい。じゃあいいもの見せてもらったね。いや僕何ていうんですか、こういう車ってなんかこう、まあ、どうしてもいかつい方が乗ってるイメージが正直強かったんですけど、うん、まあ、こういうふうにこう可愛らしくもかっこよくまとまってるのと、何よりも15年の愛がすごいなっていうので、はい、いや僕感激しました。すごい嬉しい、はい、まさかお嬢様が乗ってたら、ね、そうです、それが一番びっくりした。ギャップ萌えです。はい、というわけ、はい、というわけでみっちゃんさんのセルシオをご紹介させていただきました、はい、みっちゃんさんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、遊戯阪神ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。